かつてもしや若者は貴様がピッコロか。ほう、貴様俺のことを知っているのか。ここに何をしに来た。死にたいのか。生まれ変わって悪人じゃなくなったんじゃ。結局悪人には変わりねえんだな。世界をこんな風にしたのはピッコロ、貴様か。だったら貴様をぶっ飛ばし、俺が世界を元に戻す。よほど死にたいようだ。後悔するなよ。その程度で世界の運命を変えようなんて思い上がりもいいところだ。俺が世界を変えると言ったら変えるんだよ。これを受けてもまだそんなことを言っていられるか。この程度だったか。残念だ。
もはや俺も以前のようには戦えぬからだ。俺に代わりお前ならば奴をと期待したが、俺の思い過ごしだったか。待ちやがれ。何？負けてたまるか。俺がこの世界を元に戻すんだ。だからこんなところで負けられねえんだ。おく、いいぞ、やっと目覚めやがったか。それでいい、こっちも本気でやろう。おやるな。なんてことだ。なんてやつ。こいつは想像以上だ。褒めてやる。ピッコロ、貴様はまさか俺を鍛えようとわざと。いいか、よく聞け。世界をこんな風にしたのは俺ではない。俺もお前と同じように世界を変えた元凶を探していた。そして知った。何者かが7つのドラゴンボールを集め、究極シェンロンに世界の混乱を願ったんだと。俺はその男の居場所も掴んだ。だがその男に会う直前、背後から大猿に襲われたんだ。大猿はおそらくその男の手の者だろう。迂闊だった。男は最初から俺を罠にはめるつもりだったんだ。そして俺は負けた。だがお前なら本当にこの世界を変えてくれるかもしれん。悟空やゴハンのように。大猿との戦いで深手を負いながらも修行をつけてくれたピッコロ、そのおかげで
若者はついにスーパーサイヤ人へ目覚めることができた。だがそれと同時に恐ろしい敵の存在をも知ることとなった。7つのドラゴンボールを集め世界の混乱を願った男、その目的とは一体。